バロットベトナムコリアンダーが添えられたチュンビッドロンバロット、またはバロッは、孵化直前のアヒルの卵を加熱したゆで卵である。フィリピン以外にも中国本土南部から東南アジアの広い地域で食され、ベトナムではチュンビッドロン、またはホットビッドロンカンボジアではポンティアコーン、中国ではケタンシタイタン、カモゴタンなどと呼ばれる。東南アジア、特にフィリピンとベトナムでは、 需要競争に良い食品として多く食べられている。高級料理ではなく、屋台や庶民の定食屋で食べることができる。フィリピンでは自転車などに乗って売り歩く光景も見られ、バーで酒魚にされたりする。深ま前の卵を茹でて食べるので、殻の内部では、ひなの姿がある程度出来上がっており、羽やくちばしが形成された状態で出てくる。15日目の卵を割って、 酢と、スパイスで調理した、レイフィリピンにおける産地で、マニラの南東にある、パテロスでは、ひなの形ができつつある状態の有勢卵を、アブノイと呼び、形が作られたものをバロと呼び、殻を破って出てくる直前のものを、ウコボと呼び分ける。アブノイは、割れると周期がある。バロは茹でて、食べるのが普通であるが、ウコボは茹でて、 食べるより中身を取り出して串焼きや鉄板焼きにする食べ方が多い。中国ではアヒルではなく鶏の卵を同様に利用する例もあり、広州市ではケイコタンと呼ばれる。ベトナムでは同様にうずらの卵を用いたホットクットロンも食される。茹でて食べる場合は18日目の卵が最も美味とされ十分に茹でられたものを食する。 殻ごと供される場合は、まず卵の丸い方を、スプーンの背などで叩き穴を開ける。穴から、中のスープをすすった後、塩とハーブ類や、柑橘類の果汁を入れ、小さめのスプーンでかき混ぜた後すくって食べるか、器などに中身を出して食べる。胎盤や羽などは、食感が悪いとして食べない人もいる。ベトナム北部などのように、あらかじめ器に割り入れて提供される場合もある。 孵化直前のヒナの口しや骨があるため、エビカクのようなパリパリとした食感と、一般的なゆで卵と比べて、濃厚な食味が特徴である。卵の生育状態によっても味が変わってくる。孵化直前のものは鶏肉に近い味がし、まだ卵に近いものは卵黄の塊を食べているような味がする。正常に生育を続けているものを、孵化前にゆで、ゆでたその日に食べる場合には、 衛生上の問題はない。しかし、孵化しようとして、殻に穴が開いたもの、孵化途中で力尽きたもの、茹でて日数が経ったものなどは、サルモネラ菌、大腸菌など、食中毒を起こす細菌を含んでいる、可能性があるので、食用には適さない。ありがとうございます。